đi một ngày đàn, học một sàng khôn. これは一日道を行き、古い文の知識を学ぶ、知識を学ぶという日本語のことわざの意味です。私はベトナムの標高が高い地域の出身のタイ族です。18歳の時、同年代の友人たちはみんな結婚したり、子供を育ったりしていました。私は父に、お父さん、そんなに早く結婚したくない。日本に留学したいと心を込めてお願いしました。おかげさまで日本に留学し、今年で4年になります。日本に来た私たち留学生にとって、日本語を学ぶことはもちろんですが、安心、安全、そして楽しく過ごせるために、日本の文化、社会、歴史などの知識を学ぶことはとても良いと思います。また、留学生なら勉強の傍ら、アルバイトも非常に役に立つと私は思います。私の初めての仕事は介護に関するアルバイトでした。お年寄りを手伝ったり、お世話したりすることが私にとって一つの楽しみとなって、たくさん勉強になりました。一番勉強になったことは、一期一会のことでした。アルバイトをしていた施設はグループホームのところで、おじいさん、おばあさんが多いのです。みんな大体認知症で忘れっぽく、そしてまだ歩ける人から動けなくなった人まで、人によっての手伝う作業が違うことを先輩から熱心に教えられました。その日は土曜日でした。朝出勤すると法務庁から5号室のおばあさんが朝ごはんを食べて部屋に戻るときに転んでしまい亡くなりましたと聞かされました。私の胸が苦しくなり、信じたくない悲しみでいっぱいになりました。昨日は普通に一緒に話し合って笑っていたのに、私はみんなの前で泣いてしまいました。死ぬという言葉はそんなに簡単なの？信じられない。心が痛い。ベトナムに帰ってお父さんお母さんに会いたい。もうこの仕事を続けたくないと一日中ずっと考えてました。私の気持ちに察してくれた先輩が私に声をかけてくれました。もう考えるな、おばあさんはアインちゃんからたくさん優しくしてもらったから幸せだったと思うよ。毎回毎回話し合って笑っていたアインちゃんと過ごせた日々は楽しかったと思うよ。それは一期一会なの。一生に一度だけの機会、生涯に一度限りであること。これからも心を込めておじいさん、おばあさんと楽しい日々を送ってくださいね、と。おばあさんの死に直面し、私は生と老い、病、そして死が身近なことになりました。死は我々行く月先です。男性であれ女性であれ、どんな裕福な人も死から逃れられません。ある日ゼミの先生からスティーブ・ジョブスのスピーチを教えていただきました。私たちの時間は限られています。死ぬ前本当に大切なことしか残りません。古いものを取り去り、新しいものを生み出す死は人間のあるべき姿だと。この言葉を知ってから、私は介護の知識をできる限り身につけたいと思うようになりました。そして得た知識を生かして、施設のお年寄りの方々だけではなく、将来はお父さん、お母さんにも最後まで
楽しく過ごせるように願いながら勉強しました。今まで体験したことで何より大事なのは心と直感に従う勇気を持つことと気がつきました。心や直感は自分が本当に何をしたいのかもう分かっています。人との付き合いは一期一会が最も大切であることを心から感じました。一生に一度だけの機会、生涯に一度限りであることと先輩の言葉を思い出すたびに、ああ、18歳の時の自分は早く結婚したくない、日本で留学したいと強い勇気で決めたおかげでこんな素晴らしい思い出が作ることができたのではないでしょうか。私たち若者は恐れず迷わずとらわれず、なかなか難しいとは思いますが、体験した嬉しいことも悲しいことも自分の成長に役に立ちます。信じた道を進んでいきましょう。ご清聴ありがとうございました。